原発によって村を追い出された、追い出されて残った土地です。家族も生活してるでしょ。その生活が全て奪われたらどうしますか。自分の身になって考えてください。アラームは鳴りっぱなしです。一番は俺、なんで村長警察にやったのかな。それは子供だぜ。